ガウさん、ハッピーアイスクリームさん、ミッチさん、ゲンゴロウさん、音速の貴公子さん、オルニストさん、キムさん、ヨトさん、カズエさん、カッツさん、スズヒトさん、飛んだのはどこだ、ココアさん、慎太郎さん、鏡さん、市田さん、こんばんは。オルニストさん、お団子ありがとうございます。アランさん、ケンさん、こんばんは。オルニストさん、リッチーさん、桜の花びらありがとうございます。サンちゃん、ミャーさん、こんばんは。タケさん、こんばんは。バンフィーさん、お団子ありがとうございます。ジズーさん、こんばんは。ゲンゴロウさん、バンフィーさん、お団子ありがとうございます。ヨトさん、桜の花びらありがとうございます。ゲンゴロウさん、お団子ありがとうございます。里松さん、ドリーマーさん、タムヒロさん、こんばんは。ヨトさん、桜の花びらとハートありがとうございます。スズヒトさん、お団子ありがとうございます。ケンさん、ゲンゴロウさん、桜の花びらありがとうございます。スズヒトさんもありがとうございます。ヨトさん、流れ星ありがとうございます。ありがとう。マッツンさん、こんばんは。ヨトさん、お団子ありがとうございます。ケンさん、流れ星お団子ありがとうございます。渡り鳥さん、こんばんは。ココアさん、ガウさん、タケさん、お団子ありがとうございます。そう、家じゃないのよ今日は。ココアさん、桜の花びらありがとうございます。としのりさん、なぞのさん、リベドラさん、こんばんは。カイトさん、こんばんは。カズミンさん、こんばんは。お団子ありがとうございます。ガウさん、桜の花びらありがとうございます。タムヒロさん、こんばんは。桜餅ありがとうございます。坂道ガロウさん、こんばんは。音符ありがとうございます。ドラゴンさん、こんばんは。桜の花びらありがとうございます。とココアさん、ハートありがとうございます。花びらもありがとうございます。いつもながらスムーズなお名前言う人見て、さすが嬉しい嬉しいありがとう。ふうこさん、こんばんは。お疲れ様です。渡り鳥さん、ハートありがとうございます。大関さん、こんばんは。ハートありがとうございます。プラムさん、こんばんは。マッツンさん、渡り鳥さん、ハートありがとうございます。大関さん、トンテンさん、カズーさん、ウナンさん、こんばんは。渡り鳥さん、ハートありがとうございます。プラムさん、流れ星ありがとうございます。ハートもありがとう。里政さん、桜の花びらありがとうございます。ヨトさん、だるまありがとうございます。渡り鳥さん、ハートありがとう。読んだかな。ドンテンさん、花びらありがとうございます。お団子もありがとうございます。天使さん、こんばんは。としのりさん、ハートありがとうございます。渡り鳥さん、カズーさん、お団子ありがとうございます。里政さん、桜の花びらありがとうございます。ハムエッグさん、こんばんは。昼はないよ今日は。そう、朝と夜と夜です。朝夜夜の3回。メッシさん、シンクレアさん、スケヒラさん、こんばんは。そう、今日はちょっともともと予定が入ってて、このイベントよりも前に、なんだっけ、あれ、予定を入れてて、そう、それで今日はちょっと違うところからお届けですっていう感じなんですけど、そう、友達と一緒に過ごしてました。リフレッシュしてきた、気分転換になりました。ちょっと里政さん、ハートありがとうございます。ドラミンさん、こんばんは。謎のさん、花びらありがとうございます。日本だよもちろん。謎のさん、お団子ありがとう。これ今読んだ、まう怖いね。リベドラさん、ハートありがとうございます。そう、ホテル、そう、友達いるんだけど、私が配信するって言ったら席を外してくれました。そうそう、なんかでもちょっと買い物したいって言ってて、あのなんかドラッグストアとかで買い物したいって言ってて、ついでに出てくるって言ってました。箱おいしいさん、ギバさん、こんばんは。天使さん、流れ星ありがとうございます。ミミーさん、和弘さん、こんばんは。プラムさん、お団子ありがとうございます。天使さん、グッドありがとうございます。だるまもありがとうございます。そうですね、今日が金曜日だから、あと6、この枠入れてあと、違うな、間違えたな、2日とちょっとって感じかな、イベントね。うんうんって感じですけど、みみーさん、ハートありがとうございます。てちてちさん、こんばんは。花びらありがとうございます。ギバさん、ハートありがとうございます。めぐみのさん、こんばんは。よったさん、こんばんは。お団子ありがとうございます。確かに緊急車両通らないかもしれない。ちょっと待って、どこ。しがきさん、こんばんは。お団子ありがとうございます。山田のピクチャーさん、こんばんは。初見です。本当か同じお名前の方見たことあるぞ。しがきさん、花びらありがとうございます。カッツさん、流れ星ありがとうございます。そう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 、関東でお泊まりって言ってたやつ。
なんてタイミングだよって感じだよね。タオルリボンの高弘さん、こんばんは。和江さん、お花見ペンギンありがとうございます。塩爺さん、こんばんは。百キラありがとうございます。白いアルパカさん、こんばんは。ハムエッグさん、イージスさん、塩爺さん、桜の花びらありがとうございます。サチコデラックスさん、こんばんは。鈴人さん、ハートありがとうございます。ちくわさん、こんばんは。タオルリボンの高弘さん、お団子ありがとうございます。ひらがなたっくん、こんばんは。花びらありがとうございます。ちくわさん、花びらありがとうございます。そう、もうドンテンさん、ハートありがとうございます。そう、建物の中でね、のんびりしたり、でもちょっとなんかご飯食べたりとかしてたけど、結局ほとんど喋っちゃうんだよね。カピオジさん、こんばんは。バンブーさん、こんばんは。100キラありがとうございます。そう、いやなんかね、あの友達もさ、あのなんだ、シジュウカラさん、こんばんは。そう、友達もさ、なんかもうあの私のね配信のこととか知ってるからさ、説明してさ、なんかちょっとやばいんだよねって言って、メンタルがねちょっとやばいんだよねって言ってさ、そうそう、なんかまあね、あのなんだろう、なんかさ、まあね、すごい人たちが今回そのイベント出てるっていうのも言ったし、そうだけど、やっぱなんかその今までに経験したことないレベルすぎて、もうどんどん自信がなくなっていくっていう。で、なんかそのみんなも時間を割いて見てくれてるし、こうやって私にさ、私のために、うん、なんだろう、コメントさ打ってくれたりとかさ、お仕事の合間とか、それこそお仕事終わってすぐとか、お仕事行く前とかさに、あのなんか時間を作ってというかさ、まあ、ない時間を抽出してくれてる人も絶対いっぱいいるわけで、そうっていうのも分かってるのに、なんかそのなんだろう、なんかその自分の気持ちとなんか温度差があるように感じちゃって、自分がね、そんなことないんだよ、そんなことないんだけど、そうなんか、それでなんかあんまりなんだろうな、こううまく話が展開できなかったりとか、いつもだったらね、普通に自由に喋ってさ、なんかご飯食べたりとか何でもいいんだけど、なんかその考えていろいろこうやるのもあんまりうまくいかないっていうか、なんかそのうまく考えれなかったりとか、すごいタイミングじゃんそう、うまく考えれなかったりとか、なんかせっかくみんなが見てくれてるのにうまく笑えなかったりとかしてて、今朝までね。そうそうそう、なんかだからなんだろう、まああと、まあ、3日丸3日ももうないけど、明日は1時間を 2枠やろうと思ってるのね、朝と夜で。そう、ちょっと明日はあんまり時間がなくて、1時間を2枠やるから、明日が2枠でしょ、で最終日が3枠だから、今日除いたらあと5枠なのね。そうだから、なんかその5枠の中、まあ別に明日もいいんだけど、今日の夜とかも別にいいんだけど、なんかその5枠の中でやっぱりさ、せっかくねこうやって時間をさ、みんなの時間を使って、それこそ今日なんてさ、平日はお仕事で、あの休日はお休みですっていう人はさ、1週間なんていうの、あのね、疲れた状態でさ見てくれてるわけじゃん。だからなんかちょっとでも楽しんでもらえたらいいなって思ったし、なんか私が結局落ち込んでてもさ、もう負の連鎖じゃんね、見てるみんなは楽しくないし、それにより盛り上がりづらくなっちゃって、みんなもさ、だからで私もうまく話せないとかさ、もういいことないからとにかくもう今はもう6位以内に入ることをとりあえずの目標として、なんとか最後まで諦めずにやってみようって今日思いました。そう、私が諦めたら失礼だもんね、みんなにね。そうでもさ、なんか
普通だったらさ、こうやってみんなが応援してる、応援してくれてるのに、私がこうなんか気分下がってるっていうかさ、なんかこうもう心が折れちゃいそうになってたりとか、なんかこうさしょぼしょぼしてたらさ、なんかせっかく自分たちが応援してるのにってなってもおかしくないのに、みんなは私のこういうさ、なんかこうマイナスな感情も受け止めてくれて、まあそうじゃない人ももしかしたらいるかもしれないけど、そうなんかそういうさマイナスな感情とかもなんかうんうんって聞いてくれたりとか、そうだし、なんかそのなんかまあみんながさ頑張ってくれてるのはもちろん分かってるから、なんかさ本当一緒にこう走れている感じがして、そうなんかちょっとね、今日なんかずっとさ、今までってさガチイベの期間結構家にいることが多かったのね。だから一人でなんかいろいろ考えちゃったりとか、やっぱその家ってさもう閉ざされた空間だから、だしここ最近さちょっと天気悪くて、なんかもうさ部屋もちょっと薄暗いみたいな、まあ電気つけたら明るいけど、じゃないともうさちょっと薄暗いみたいな感じになっちゃってたから、余計になんかもうさそう気分が下がったりとか、なんかなんだろう、なんかそれ必要以上に自分を追い込んじゃって、なんかあ自分がつまんないから、つまんないっていうかなんだろう、自分に魅力がないから、なんかそういうなんかあんまり結果がついてこないのかなとか、なんかみんなを楽しませられないから、うん、なんかあんまりこう思うようにいかないのかなとか、そうなんかさそういうことを考えちゃってたんだけど、でもなんかなんだろう、まあいつもよりはつまんないかもしれないけど、なんかそうじゃなかったら、もし本当にそうだったらみんなもきっと応援してくれてないよなと思って、うん、だからね、数日前に言ったけど、みんなのことも自分のことももうちょっと信じてもいいのかなと思って、最後まで頑張ろうって思いましたっていう何これ決意表明なんか頭痛いそうなの、なんかいろいろ悩んでたんだけど、なんか全然ごめん読めてない。四十からさんお団子ありがとうございます。しくやまろっぺんさんこんばんは、ハートありがとうございます。かぴょうじさん、がたじえさん花びらありがとうございます。がたじえさんこんばんは。ヨトさんハートありがとうございます。イージスさん花びらありがとうございます。つとむさんこんばんは。かずひろさん花びらありがとうございます。誰かのためじゃなくて自分らが楽しいからママの配信来てるわけ、嬉しい。無料の話しか投げれないの申し訳ないけど、いやいやありがとうございます。本当にタオルリボンの高弘さんハートありがとうございます。シンクレアさんかわいいありがとうございます。モーコンさんこんばんは。ドンテンさん、リッチーさん花びらありがとうございます。ヨトさん流れ星とハートありがとうございます。ジズさんお団子ありがとうございます。コウキチさんこんばんは。プラムさんハートありがとうございます。タムヒロさんお団子ありがとうございます。ヨタさんだるまありがとうございます。タクゾーさんこんばんは。ああ後継ユーザーポイント見てきたけど100位のポイント10位と同じかかってる。あーなるほどね。ポコさん花びらありがとうございます。ヨタさんハートありがとうございます。豆の目さんこんばんは。ポコさんだるまありがとうございます。チップさんこんばんは。いのみさんこんばんは。花びらありがとうございます。ヨシさんこんばんは。ドンテンさん花びらありがとうございます。カッツさんお団子ありがとうございます。タムヒロさん、ヨシさん花びらありがとうございます。ヨットさんめっちゃ可愛いありがとう。いやー本当にねー、マジでメンタルやられるんだね。なんかさ今までもさ結構さなんかうわメンタルやばいわとか思ってたけど、なんか次元が違う普通に。鈴人さん花びらありがとうございます。ねやばいね本当藤うさぎさんこんばんは。花びらありがとうございます。そうなんですよね。ちょっと今さ現実問題さどういう感じなの。6位に入るには、まあ、100万ぐらいないとダメってことは、あとポイントが今の段階でね。きついね。
あ、なんかすごい更新されたよ。そうだね、6、うん、6位に入るには、うん、そうだね、100万超ないとダメだね。やばいね。学生でなくなるのも影響してる。え、どういうこと？学生ブランドがないからってこと？いや、なんかさ、こちらとしてはさ、学生が、学生じゃなくなるし、配信者として頑張っていきますっていう決意表明をした直後のイベントっていうのもあるの、その落ち込み具合が。そうだから、なんかその、なんだろうね、シャインマスカットさん、こんばんは。そうそうそう、そうなんだよね。ね、そう、なんかまあいろいろね、覚悟を持って挑んでいるイベントだし、まあプライドもあるわけですよ、今までね勝ち抜いてきてるから。そう、ヨトさん、音符ありがとうございます。ミッチさん、お団子ありがとうございます。マッティさん、こんばんは。そう、そうなの。なんかさ、本当にさ、良くないなって思った。なんかそういう、こう、なんていうの、こういう追い込まれる時になんか家に居すぎるのも良くないなって思った。そう、なんかさ、そうなんよ。シャインマスカットさん、バラありがとうございます。タオルリボンの高弘さん、お団子ありがとうございます。そう、なんかさ、そうなんよ、なんか余計なことまで考えちゃうしさ、どん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 さ、悪い方向に考えちゃうんだよね。え、わかる。そう、今回さ、予定入っててよかった、むしろ。メシさん、花びらありがとうございます。ヨトさん、流れ星ありがとうございます。ハンナちゃん、こんばんは。そうそう、ほんとそう、よかったです。ま、週末がね、勝負だよね、結局はね。そう思う、うん、そうなの。そうね、まあさ、結構ね、長期間ビスリーダーズとして活動させてもらえてたからさ、みんなのおかげで。そうだから、やっぱり、まあ、なんだろう、その今回はさ、枠が違うじゃん。いつもみたいにビスリーダーズを決めますじゃなくて、プロのメイクさんとかスタイリストさんがついて、カメラマンさんもついて、雑誌に載せていただけるっていう、いつもと違う特典があるからこそ、やっぱりなんかこう、そう、ね、やりたいなって思うし。オイドさん、こんばんは。そう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 、だから、なんか、なんだろう、でもなんかその、私の気持ちだけあってもさ、正直さ、そう、ね、っていう話なんだよね。それがね、難しいよね、順位がつくってさ、どうしてもそういう風になっちゃうじゃんね。あら、大丈夫？やだよね、嫌な気持ちな時ってあるよね、めっちゃわかるよまあ、もうそうだもん、うん、全然大丈夫、人間だからそういう時あるよ。自分にいっぱいご褒美あげた方がいいよ、そういう時は、マジで。本当に、カンさん、こんばんは、ハートありがとうございます。そうそう、ね、結局暗くなってんの、ウケるんだけど、ちょっと待ってちょ待ってよ、ダメだって。
結局暗くなっちゃってんのよ。鈴人さん花びらありがとうございます。ヨトさんハートありがとうございます。イベントでは500小ゴールド以上がポイント3倍。あーそうだね、500小ゴールド未満は10連でさ、うんうん、そうそう、前はね、あの何でも10連でってなってたけどね、今なんかいろいろ変わってんだよね。そうなの、そうだからさ、100万え、そうなん、え、そう、そうなの、そうなんだけどさ、そうなんだけどさ、そうだから100万ポイントって最後の5分で平気でひっくり返るんだけど、でもだから例えばこちらが100万ポイント縮められたとしても他も本気出してるからっていう、わかもうさ、でもみんなも分かってんだよね、そんなことはさ、もうどうしたらいいんだ。だからさ、なんかそれが難しくない？そのやっぱりさ、一緒に頑張ってるって言ってもさ、別の人間じゃん、私とみんなって。でみんなもさ、それぞれ違う人じゃん。だからさ、誰がどう考えてるかって分かんないじゃん、正直。そうだから余計不安なんだよね。もうそんなこと言い始めたらキリがないんだけどね、どうしたらいいんだろう。ヒデさんこんばんは、花びらありがとうございます。そういう配信も悪くないって言ったら、いや全然怒んないよ、怒んないよ。トラくんこんばんは。そうそう、ね、やばい、本当に明るい話題。不謹慎だけど、私含めた自衛隊さんや視聴者さんがまーちゃんの弱音を吐き出せる存在。いや本当にそうだからさ、みんな、いやなんていうの、なんかさ、こんなことさ、しかもガチイベ中にさ、こんな話聞きたくないってめっちゃ分かってんの、みんなからしたらさ。そうなんだけど、なんかやっぱ私もさ、今ここでそれを言ったら、あとなんだろう、本当に良くないなって、思ったら私も言わないけど、なんかまあ普段からさ、私のさ、どうでもいい話聞いてくれたりとかさ。ね、みんなさ、毎回イベント、何のイベントでもそうだけどさ、イベントの時は盛り上げてくれたりとかさ。そうだから、だから私もなんかこういうあんまりなんだろう、まあ、聞いててさ気持ちのいいものではないっていうか、ちょっとマイナスなこととかもさ言えちゃうし。そうでもハムエッグさん、花びらありがとうございます。ヨスさん、だるまありがとうございます。そうでもなんか私、まあね、まあこれを 言わなくなったら一番いいんだけど、なんかなんていうの、そのちゃんと自分の中で処理しきれるようになったら本当にいいと思うんだけど、なんかまあその本当昔と比べて自分が成長したなって思うのは、昔の私だったらきっともう諦めてるし、あのもうやめたってなってたと思う。もう早い段階で、早い段階で、まあ、だから今ぐらいだよねきっとね。あ、もう意味ないんだって、意味ないとは思ってないよ今は。そうだけど昔の私だったら、なんかその、あ、もう頑張っても意味ないかもしれない、なんか、うん、なんだろう、その自分の熱量が伝わってないかもしれない、じゃあもうやめちゃおうってきっとなってた。だからさ、それって結局最後までやってみないとみんなに私の熱量が伝わってるかどうかなんてわからないじゃん。だけど多分昔の私はその目先のことだけを見て、あ、じゃあ無理なんだ、今の自分にはできないんだってきっとやめるっていうか、もう諦めてたと思うけど、でもなんかやっぱりその
さ俯瞰してみたら分かんないじゃん。やってみないと、やりきってみないと分からないこともあるし、そうだからなんかそこはちょっとだけ昔に比べたら成長したのかなって思うかなって感じ。そう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 、みんなのことももちろん信用してるし、そうみんなだから信じてみようって思えるし、うん、なんか本当にこれは綺麗事じゃなくて、みんながこう積み重ねてきてくれた私への愛が私を今こういう気持ちにさせてるわけで、そう。むっちゃん、米沢二郎さんこんばんは。ヨタさんだるまありがとうございます。カッツさんハートありがとうございます。慎太郎さん桜餅ありがとうございます。もりもりさんこんばんは。やばい泣きそうだ泣かないで泣かないでくれよ。もりもりさん親衛隊185人目、ありがとうございます。いやなんかさ、なんか何なんだろうね、私ってさ、なんかこういう時にさ泣きそうになるのおもろいよね。なんかさ前のさキャンキャンのイベントもさ結構悔しい結果になってさ、その時も泣いちゃったんだけどさ、その時は初めて泣いちゃったのなんだけど、なんかまあ悔しかったよそりゃ。しかもあれ実習期間中だったから、まあ言ってなかったけどねその時は。そうだけど実習期間中で結構メンタルもきつくて、まあてか体力的にねしんどかったの、メンタルっていうか、そう体力的に結構しんどい中でやってて、であのまあ結果もねこうちょっとこう最後ひっくり返されてこう悔しかったのすごい。なんだけどなんかそれ以上になんかその私のことを思って最後まで諦めずに応援してくれてるみんながいるんだと思ったらそこに感動しちゃって、そうだからその悔しいっていう気持ちはもちろんあったけど、その涙の理由はもう完全そっちなのよ。だからマイナスな涙じゃなくて、悔しくて自分の思った通りにいかなかったから悲しいじゃなくて、なんかあ自分にはこんなに味方がいて、こんなね何もさ、なんだろう、こうなんか何か秀でてるものがあるわけでもなく、何かこう特別な取り合いがあるわけでもない私のことを応援してくれて支えてくれる人がこんなにいるんだと思ったら、それが嬉しくて、そう感動して泣いちゃったのよ。そう今まさにその状態本当になんかバカだね自分って、ダメだよなんかそうやって、みんなが諦めてないのに私が諦めたらダメだし、それは失礼みんなに。ね、頑張る。あと2日、あと2日とちょっとね。すごいねみんなってマジで。え、私もりもりさん親衛隊言ったっけ。ありがとう185人目。天使さん花束ありがとうございます。ヨトさん流れ星ありがとうございます。むっちゃんお団子ありがとうございます。鈴下さんハートありがとうございます。がっちゃんたむひろさん桜ななびらありがとうございます。ニックネームさんこんばんは。どんてんさんハートありがとうございます。かっつさんだるまありがとうございます。ヨトさん流れ星と音符ありがとうございます。トラくんハートありがとうございます。そう本当に、おニックネームさん親衛隊186人目、ありがとうございます。増えてきて嬉しい。ドリーマーさんファイトありがとうございます。ハムエッグさんお団子ありがとうございます。そうね、なんかさあのここ最近ね、結構、まあ、ここ最近っていうかもさ、このイベント期間中さ結構こういう話をさ何回かしたことがあるんだけど、なんかその時はなんかやっぱさそのなんていうの、もう閉ざされた空間にいたっていうのもあって、なんかそのさ自分を鼓舞するためにそういう風に言ってたっていうか、なんかもうそう言い聞かせないともう気持ちが持たなすぎてダメだったんだけど、でも今はなんか本当に心からそう思えてるし、そうなんかどうせダメでもなんかやりきったダメの方が絶対いいから、そうだから
最後までやりきってみようと思います。ニックネームさんハートありがとうございますね。そうそう、みんなのパワーってすごいんだよ、本当に魔法みたいなの、すごいよね。ロンテンさんお団子ありがとうございます。ヨトさん花びらありがとうございますね。なんかやっぱりさ、私もさ、まあ配信っていうねあれだけど、コミュニティではあるけどさ、でもなんかこうみんなにね元気を与えられる存在になれたら嬉しいし、これからもそういう存在でいられたら嬉しいしね、っていう感じがしてます。ライスさんこんばんは、流れ星ありがとうございます。まあなんか今回のイベントは、まあもし結果がねなんか思った通りにいかなかったとしても、なんか結構なんて言うんだろう、なんかその配信者として結構なんかその成長できそうなイベントだなと思いましたね。こういうこともあるよね、配信してればさ、こういうこともあるし。ライスさん花びらありがとうございます。マッツーさんハートありがとうございますね。まあ上には上がいるってことですよ。そう、でもこれはまだちょっとまだ言わないでおこうね。うん、なんか諦めてるみたいになってるから何？諦めないけど、私頑固なんだから。頑固ちゃん、けいちゃんこんばんは。そう、もううじうじしてたってしょうがないんだよね。そう、まあ気持ちはさ落ちてしまう時はあるからしょうがないんだけどさ、でもさ、そうなんよ。そうしてたって結局状況は良くならないし、だからやっぱこう落ち着いて一回、あーダメだダメだどうしようってならないで、一回その離れて見てみるっていうのも手だよねって思う、マジで。鈴人さん花びらありがとうございます。君空さんこんばんは。神様は乗り越えられない壁は作らないんだって。だからそうだよね、そう言うよね。けいちゃんハートありがとうございます。そう、まあ、出るって決めたのは私ですからね。けいちゃん流れ星ありがとうございます。君空さん花びらありがとうございます。はあ、なるほどね、確かにファンの数が多いルームほど星3周がなくなる。確かにな、それそうだよね、そうなんだよね。そうだから、ある意味ね、あのだからある意味さ下克上ができるようになってるんだけどね。君空さん花びらありがとうございます。そう、俯瞰で見るっていうのはマジで大事。なんかその一回ちょっと落ち着いて冷静に物事を見てみるっていうのは本当に大事。なんかそのね焦ってパニックになってどうしようどうしようってなってても結局ねあんまりいい方向に行かなかったりとかもするし、そう、今日のどうしようが明日のこうしように変わるらしい。あ、もうだからまさにそれ私のことかなっていうぐらい本当に。そうだから昨日とかどうしようどうしようってなってたのが、今日こうしてみようって、こういう気持ちというかこういう心持ちでいてみようって思えたからちょっと楽になったし、まあね、あの友達と一緒にねこう過ごしてリフレッシュできたっていうのもあるけど、なんかいろんな要因がそういう風に考えられるようにしてくれてて、そう、もちろんみんなからの言葉もそうだしね。ひろひろしさんこんばんは。花びらありがとうございます。ケロタンハートたくさんありがとうございます。そうそうそう、そう、まああの最終日のね最終枠はあのなんだっけあれです、ファッションショーやるので、ファッションショーとあとあのあれお花見デートの夜桜編やりたくて、そうこの前ねあのお昼のお花見デートコーデを組んだので、ちょっと夜は雰囲気変えてみようかなと思っております。そうちょっと1時間の中でね一緒にやるからさ、ちょっとなんかてんやわんや、いつも以上にてんやわんやになりそうな感じがするんだけど、まあ楽しんでみてください。今日頭痛いのでお風呂入るけど次、あ、うんうん大丈夫大丈夫。そうあのスカートもねまたなんか着回せたらいいなと思ってる。
わかる。なんかマーも今日頭痛いんだけど、なんでなの？気圧？なんかさ、別にそんな寝不足とかでもないしさ、なんか体調悪いとかでもないんだけど、なんか頭がさ痛いんだよね。山形かかしさんこんばんは。やとさんハートありがとうございます。ほら、気持ちのさ持ち方変えたらこんなにあっという間に配信終わっちゃうってなる昨日とかね、時間余らせてさ、すごいなんかつまんないっていうか、なんだろう、みんなもさすごい暗い気持ちになっちゃってたら本当に申し訳ないね。ごめんなさい、よくない。四十からさん、新兵隊187人目ありがとうございます。そして桜餅ありがとうございます。そう、なんかさね、お仕事頑張ってさ疲れたって帰ってきたみんなを余計疲れさせてしまうような配信者じゃダメなのよね。本当にすみませんでした、昨日は。昨日、一昨日もここ数日すみません。走るさんこんばんは。和江さん綺麗ありがとうございますね。もうあと4分しかない昨日まだ15分もあるとか言ってたのに、今朝とか寒気はねしないかな、そんなに。うん、あららら、ら寒気もするのか。まあ一応お大事にね、熱が出なくてもね、体調あんまり良くないあれだから。シャインマスカットさんだるまありがとうございます。お団子ギフト見て明日お団子、うわいいな、お団子ってたまに食べたくなるよね。わかる、お団子、私さお団子好きな、あのさまん丸のお団子売ってる時あるじゃん、たまに。なんかあの商業施設とかの中でさ、ちょっとこうなんかお店出してるみたいな、あの常設店じゃなくてちょっとこうなんか期間限定でさ、なんかこうなんとかフェアみたいなの出してるところに売ってるさ、あのこんな大きいさまん丸のさツヤッツヤのお団子たまに見かけるんだけど、あれすっごいさ美味しそうで毎回買っちゃうんだよね買うんかいっていうね。そう、みたらし団子めちゃくちゃ好きで、そうあんこがねちょっと苦手だから、あんこがかかってたり入ってたりするのはあんまり食べられないんだけど、そうみたらし団子すごい好きで、そう自分でねよく買って食べたりするの実はなんか丸ってなんであんな美味しそうなんだろうねっていうね。どんてんさんハートありがとうございます。おつさんこんばんは。四十からさんレインボースターありがとうございます。しょいさんお団子ありがとうございます。あ、いや棒に刺さってるやつ、その大きいのがね3つくらいこう刺さってるやつ。タスクさんだるまと花びらありがとうございます。伊勢丹の地下のお団子屋さんわかる？え、わかんないかも。どこの伊勢丹？新潟？美味しそうだな。ヨトさんハートありがとうございます。ありがとう。ミッチさんお団子ありがとうございます。私のまん丸お団子もどうぞいらないです新宿か、え、行ってみよう。知らなかった、新宿伊勢丹の地下って全然行ったことないわ。行ってみるね。あ、やばい、あと1分しかない。はい、ということで次は23時11時、ちょっと遅いんですけど、あのよかったら見に来てください。みんないつもありがとう。残り少ないですが頑張りますのでよろしくお願いします。おつさんレインボースターありがとうございます。ということでまた後ほどお会いしましょう。ありがとう、またね。わっ、プリンアラモードタワーありがとう。四十からさんまたね。